さんこんにちは、大口です。この動画は森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のですね、チェックテストの2の6番の解説となっております。問題を解いていない方もこの後すぐに問題を表示しますので、それを一緒に解いてから解説を見るようにしてください。ではいつも通り選択肢から目を通してどういう問題なのか推測できるか見ていきます。でそうするとですね、まず A が Design で、 B が Designed で、C が Designing で、 D が Designs が入っています。これを見ると Design もしくはそのデザインの形を変えたものがそれぞれ並んでいるなというふうにわかるはずです。でね、この選択肢絞り込んでいく中で、まずこの選択肢に使われている Design の使い方がね、分かってないといけませんから、このデザインの品種とね、意味をしっかり確認していきましょう。まず当然このデザインという単語ですが、衣服などのデザインという意味はあります。まあ、これも日本語のね、カタカナ語にもなってますから、非常にイメージがつきやすいと思います。また、同様に名詞としてですね、機械とか、まあ、建築物なんかの設計という意味で使うこともできます。で、このデザインには動詞としての使い方もあってですね、当然これは名詞の流れを引き継いで、衣服などをデザインするという意味であったり、もしくは建築物とか機械などを設計するという意味で動詞として使うことができます。このデザインを動詞として使う場合は、この意味を見てもらったら分かる通り、なんとかをデザインするという意味ですよね。ですから基本的に他動詞として使うんです。で、他動詞というのは目的語が絶対的に必要ですよね。ですからこの場合も目的語と言われる名詞、まあ、今回でいけばなんとかをにあたる部分の名詞が必要だということは頭に入れておいてください。以上のことを頭に入れた上で文を見ていくと、まず This clothing と来ています。この clothing、 今回は簡単に衣服という意味で捉えておきましょう。で、この this clothing、 この衣服はの後ろに is という be 動詞が来て空欄が来ます。で、その後には for young people という前置詞プラス名詞の塊が来ていますね。今回空欄の前には is があるので、それを踏まえて考えていくことになりますが、例えば a とか d を入れるとですね、この場合もう前に b 動詞がありますから、動詞、純粋な動詞として a とか d を捉えることはできませんから、まあ名詞ということになりますね。そうすると今回 a と d どちらを入れても、この衣服がデザインである for young people、若い人のためのという風な訳になります。で、これね、日本語で考えたらなんかいけそうなんですが、この場合ここにデザインという名詞を入れてしまうとですね、この衣服がイコールデザインそのものっていう感じに聞こえちゃうんですね。で、この場合衣服というのはデザインがされている、デザインが付けられているものではあっても、衣服イコールデザインそのものではないですよね。ですからそういった意味で A のデザインであるとか D のデザインはダメになります。ということで答えは B のデザインとか C のデザイニングになるわけですが、前に is がありますから、 B を入れた場合 B 動詞プラス過去分詞というふうに考えられることができますから、受け身、まあ受動態ですねになりますよね。つまりデザインされているという意味になります。で、一方 C のデザイニングを入れると、前に is がありますから B 動詞プラス ing ということで、これ進行形、つまりなんとかしているという意味になりますよね。今回でいけば設計している、デザインしているという意味になるはずです。で、どう考えてもですね、この衣服が何かをデザインしているなんてことはありえませんよね。この衣服は若い人のためにデザインされているという風な受け身の意味で捉える方が自然なはずです。ですから答えは B の過去分詞 designed を選んであげれば OK です。
で、今は意味的な観点からこの問題を解いたんですけれども、当然ね、文法的な観点からこの問題を分析することもできます。デザインというのは先ほどもやった通り他動詞ですから、何とかを設計するとか何とかをデザインするという意味ですよね。たとえ今回 C のデザイニングを使って is designing という進行形にしたとしても、意味的には何とかをデザインしている、何とかを設計しているという意味にしかならないんです。つまり進行形にしたとしても、後ろの目的語にあたる名詞、何とかをにあたる部分の名詞は絶対に必要ですよね。なのに今回はこの空欄の後ろ見てみると、すぐ for が来てますから、後ろの目的語が存在しません。で、他動詞をいくら進行形にしても目的語をなくすなんていうことはね、基本的にはできませんから、そういった文法的な観点からも C のデザイニングはダメになります。一方 B のデザインを入れてあげて is designed、 つまり B 動詞プラス過去分詞という受け身の形にしてあげれば、受け身というのは本来ある動詞の、他動詞の後ろの目的語を主語の位置に出してくることによってできる文ですから、目的語が今回のように一つしかない場合は目的語がなくなってしまう、なくならないと逆にいけないんですね。ということで今回、受け身の形でかつ、後ろに目的語がないということで、もう文法的にも完全に B のデザインが正解なわけです。今の文法的な考え方は今後もね、非常に重要になってくると思うので、ぜひ覚えておいてください。最後にプラスアルファとして、今回出てきたデザインですが、今回の使われ方でも受け身になってましたよね。で、このデザインというのは受け身で使うことが非常にあるので、一緒に使う前置詞や後ろの形というのをいくつか紹介しておきます。まず主語を持ってきて、それに合わせて B 動詞の形を書いてほしいんですが、主語 Be designed という風に持ってきて後ろに続くわけですが、まず覚えておくといいのが今回使われた for ですね。で、この for が来たパターンは、今回の問題のように for 以下のためにとか for 以下向けにデザインとか設計されているという意味で取れば OK です。で、さらによく見るのが、後ろにto プラス動詞の原型、つまり to 不定詞が続く形です。で、これが出てきたら意味としては to be するように、もしくは to be するためにデザインとか設計されているという風に考えてください。さらにですね、後ろに as が続くこともあるので、これも押さえておきましょう。この場合は意味としてはなんとかとしてデザインとか設計されているという風に取れば OK です。デザインというのは、能動でももちろん使われるんですが、このようにね、受け身の形で使われて、受け身の形で使われる場合は、こういった語句がね、一緒に来やすいので、ぜひね、覚えておいてください。では最後に、文全体を読んで終わりにしておきましょう。This clothing is designed for young people. ということで、この衣服は若者向けにデザインされているという意味でしたね。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.